んにちは。絶望フリースタイルフットボーラーのぶです。それでは779日目リボルブ連続10回を連続3回または連続30回、挑戦ということでですね、やっていきたいと思います。最近頭カニにこう刺されてしまうので、ちょっとねまたこうやって頭を、守ってます。はい、ということでちょっとねやっていきたいと思いますので、こんな感じで、よし、OK、ではやっていきたいと思います。ではしょう。疲れないでね。なんかこれ変じゃないですか。よなんかいまいちあれですね、今日は調子が出ないですね。なんか直せてもいないっていう、どういうことですか。リカバリーができていなかったですね、最後の方ね。本当なんか徐々にこう手前の方に来てしまってて、なかなか
待って、ああ、行ってしまった。ボールが、ボール来ました。10回行ってないですね。行かないと。10回行きましょう。ね。マジか。うっそー。時間。マジで。やば。ちょっと待ってください。やば。はい。ということで、今日10回行かなかったですね。なんだろう、やっぱこう前回と同じでなんかこう、あっちこっち行ってしまう、こうリカバリーっていうんですけど、真上にボールが上がんない、あっちこっちも左右とか行ってしまってて、なかなか安定してなかったですね。そこがやっぱりね、そうですね、まあ意識の問題かな。こう意識してボールをこう、そうだな、ボールを蹴る瞬間というか、ボールをもっとこうもっと意識して見て真上に上げるっていうところをやっていけばいいかな。ちょっとその意識がね、なか、まあ、薄れていたので、ちょっとそういうところをやっぱりね、詰めていきたいと思います。はい、ということで、まあ、前回なんかセミの鳴き声がしなくなったということでしたが、さっきねセミの鳴き声がして、あ、まだあれなんだなと、夏なんだなと思いましたけどね。まあね、でもちょっと明らかに本当セミが鳴いてないので、だんだん秋になってきたのかなという印象です。本当あっという間ですよね、季節、時の流れなんてあっという間だなって思います。そうですね、いかがですか。で、今の目標は自分の価値観マップっていうか、自分の価値観をね、ちょっともう一度おさらいして、自分が一番何を大事にしているのかってところもちょっと今やっていきたいなと思う今日この頃です。ということで、今日はありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。では失礼します。